はい、皆さんこんばんは、ワンドラ1号です。こんばんは、2号でございます。はい、はい、やってまいりました、 RX8 日記第2弾、はい、第2弾。前回、はい、マフラーの取り付けがあったんですけれども、はい、今回はですね、はい、このリアつながりで、はい、このね、ちょっと物寂しい、物寂しいですか、トランクに、はい、こちらの GT ウィングを取り付けてやろうと、はい、思っております。おー、いやー、そしてあのこちらね、ヤフオクで買ってきたんですけど、はい、あのこちらのね RX8 の、全幅が1770と、はい、で 330mm、 まあ 165mm ずつ左右からこう内側入れないといけないんで、まあ1440のやつだったらギリギリ入るということなんですけど、1450を購入しました。いや、え、入ってないっす、これ。入ってないものを購入しましたということですね。はい、あの加工すりゃいけるやろと、あと安かったし綺麗だったから、あの出来心で買ったところ、はい、地獄も見そうですが、まあ買ってしまったので、これを、まあ、カットしていくわけですけど、はい、さすがに1440ぴったり合わせると、あの警察の方が結構多分お話に、まあギリギリにする必要ないんじゃないの、マージンつけた方がいいんじゃないのっていうことで、マージンをつけて切っていこうと、はい、はい、そういうことで、ちょっと1350に一旦しようかなと、はい、あのそれで様子を見ようと思います。はい、了解です。じゃあこれを、まあ、まずはカットして、ラインを決めていくと、はい、じゃあ頑張ってください。よいしょ。はい、今ちょっと仮止めをしてるんですけど、このステーがですね、なんかすげえ動くんですよ。こんな動いていいんすかね。いや、安いし、しゃあないね。まあ1万円だからね、これね、ステー全部込みでね、新品。見た目好きだし。はい、というわけで、はい、しゃあないって、頑張っていきます。はい、はい、ちょっと苦労してステーをとりあえずつけました。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、この明らかに違法改造な大きさのやつね。別に今はこれはセーフですよ、サイズは。あ、これはね、ギリぴったり、ね、翼端板はつけてないけどねっていう、サイズは合ってる。ああ、こんな感じかな。はいはいはい、大丈夫、落っこってこない。何が、話さない、話したら、話さないと無理、話したら無理、話したら後ろパラーンっていっちゃうね。パラーンだよ。ねえねえ、これはな、本当につけんの、まあ、カットするから。いや、そういうことじゃなくてさ、本当につけんのこれ。いや、ちょっとちょっと見てごらん、押さえとくから。かっこいいじゃん。かっこいいのか。かっこいいじゃん。かっこいい、出ました。いや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 、あ、そう。いや、ありですよ。ありありあり。あ、ありなんすか。ちょっとありえない大きさだけどね。ありっすか。これは止められるけどさ、この大きさは。まあね。いや、まあ一台はこういうのがあってもいいでしょ。うちの中でってこと？いや、そう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 、純正ウィングしかないからさ。そうですよ、そうそう、ほら、純正原理主義者だからさ。そう、なんかありがちな RX8 になってる。そうなんだよ。おう、ちょっといじりましたみたいなね。ああ、これいいじゃん。そうね、つけよう。いや、もうつけるのは全然 OK だけど。はい、あとはまあ一応今は多少、まあ、バンパーからちゃんと内側に入ってるよって感じかな。これで合法なんだよ。これ合法、合法です。翼端板ってつけなくていいんだっけ。
つけなきゃダメだと思う。だよね。うん。突起だよね。突起物になっちゃうね。じゃあ切りましょうか。切りましょうか。はい。こんだけ5センチ5センチ切ろうという、作戦ですが、5センチ5センチ切るとまあまああの内側に入るし。なんか今までのウィングよりもごついから。あ、ごつい、ごついけど。もう完全にマフラーといい、ウィングといい、見た目中から走ってます。もう何の性能も気にしない、ミーハーな、ミーハーな、ミーハーだよ、ね、なんか86にありがちな感じになってませんか。いやもうだからね、人のこと言えないよね。もうミーハーですよこっちも。まあね、大事ですよ、わかるわ、見た目。86ですよ、86 で、ただ言いたいのはお金ないからね。あ、貧乏チューンだからね。貧乏チューンだから、はい、あの込み込み1万円になっておりますんで、はい、これね、はい、1万円か、すげえな。86のね、なんかめちゃめちゃ社外パーツ出てるけど。あ、出てるね。高いから。10万円でしょ。すごい高い、うん、知ってる。86はね、お金持ちの人が乗る車だからね。そうだね、そうだね。プラス100万で遊ぼうみたいなやつだね、うん、そうだね、100万じゃ遊べねえだ。プラス1万で、これプラス1万ね。そうで、マフラーも2万5000ぐらい結構するけど、まあまあ、あ、そうだね、まあね、マフラーとしては安いね、まあ、マフラーとしては安い。なんなら K のマフラーの方が高いからね。あれはね、 6万ぐらい、7万ぐらい。新品買ってるからね。新品買ったから、はい、というところで、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、はい、また続きまーす。はーい、いいっす。バイバーイ。はーい。そうすると。なる予定。はい。こんなんでいけんのかな。入らない。入らない。もう一回。お、入った。入った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 。あ、入ったね。おう、おう、ぴったりじゃん。これもうあの多少ね。あ、ぴったりだ。気使入ってるんで取れないね。お。どうよ。いいんじゃない。あんま違和感もない。いや、全然ないよ。位置も大丈夫かな、割と悪くないね。お、加工の甲斐がありました。素晴らしい。ベニヤ板で溜め込む作戦成功か、これ。そうね、で、この辺はちょっと、うん、この辺に隙間はもちろんちょっと、あんのね、残っちゃったんだけど、そこはうまく接着剤で埋めて、うん、いいんじゃないのと。ほら、ここもね、うん、ビスをカッピングにしたんですけど、黒く塗って、ごまかし。そういうね、細かい作業は大事だからね。細かいね、うん、午前中やっといて、午後に乾いてましたね。美脚もやって。嬉しそう。つけちゃいましょう。つけちゃいますか。よし。よし。あんまりこれ下。あ、抜けてしまった。下が抜けてしまいました。戻せる。それは難しいんだ。あ、入った入った。こっち緩い。こっちがきつい。うん、これなんかん、なんか台でもないと厳しいね。いいサイズですか。どうよ。まあ。どう。ギリ止められなそうな。まあまあ、これだったら入ってるっぽい。入ってるっぽいよ、これ。うん、パッと見、うんうん、出てるようには見えないから。これ思い通りのサイズじゃない？ああ、余裕ですね。測ってみよっか。まあ、実際問題10センチぐらいは余裕あるわけでしょ？そう。翼端板入れても多分8センチぐらい余裕があるから。あるある。そうね、測りましょう、はい、とりあえず。目的は、1350を目的に切ったんですけど、はい、
いろいろ削ったりなんだかしたから、ああもっと少ないかも。何ミリか減ってるはず。はい。さあファイナルアンサー。翼端板では、あ本当だ。これここだと、お1345。先ほど通りですね。まあまあこんなもんでしょうと。はい、オッケー。じゃあこれで頑張ってください。素晴らしい素晴らしいね。はい。あとこれちょっと接着剤とかで、そうね。うまくくっつけて。はい。で明日は、うん。ね、夜が明けたらね、この辺に穴をバッチリ開けて、あの開けないんだけど、もう一回測り直してね、はい、これ正確に。いやそうだね、うん、今ちょっとね俺適当なのよここら辺とか、はい、だからどうしようかな、なんかね基準が決められてなくて、まあ一番今正確な基準は多分ここだと思うんだよね。この中点は合ってるんだけど、まあ一応全部測り直した方がいいと思う。わかんない。いやわかんないよね。うん。なんでもう一回ちょっと、測り直して、うん。やってみて。そうだからさ、水平が取れないからさ、曲面ばっかでしょ。いや無理だよね。うん。なんでまあちょっと明かりの中でやってください。考えましょう。はい。じちゃんね。うん、困ったね。これどこに、どっちにしても足がこの2枚のとこにかかるね。つまり今2本やるだね。あの2枚ぶち抜きだね。2枚ぶち抜きですな。いやもう無視だねこれね。はい、裏は無視で。いやいや無視はダメよ。いやだがだがぶち抜いて、はい、穴を広げ、ああ頑張るしかないか。てか俺らにこれが切れるのか。さあ勝てよ。さあ知らんよさすがに。でも安いんでしょこれ、トランク。でもまあ色は変わるかも。嫌だ嫌だそれは。というわけでまた明日考えます。はい。さあ穴位置を決めるためにレーザー使って直線を出してます。あ、ちげえの。ちげえのかい。ずれた。はい、ちょっと雨がパラついてきましたが、今の様子はこんな感じで、なかなかいいポジションに収まってませんか。それなりにいい感じなんですが、はあ、どうすか。まあまあまあ、今ちょっと懸念点というか、まあ、どうせなんとかなんだけど、うん、ここがね斜めについてるんですよお互い、うん、だからちゃんと水平になってない。でもこれはまあいろいろね緩めたりきつくしたりしたらなんとかなるんでいいんだけど、うん、とりあえず位置調整の時ちょっと難しいなっていう感じですね。斜め斜め、え、どこに、難しいのこれ。なんかこれ、こっち側に入ってる感じがする。そう、そうなの。実際そうなの。実際そう。寸法的にも。実際これが横の線で、ここにあるはず、本当は。だこれだけずれてる。なんでだ。これだけ、うん。上のこの辺の、なんだろう。ああ、ちょっと遊びがあるんで、あこれだけずれてる。そうだね。上のずれがある。が、外してもう一回調査すればいいじゃん。できる、できる、うん。なるほどね。あ、これダメだ。あ、ダメじゃない。いけるわ、別に。これいけるわ。いける？ここまでいけます。何が？ここまではいけるね、最大ね。あ、後ろにね。た、あ、後ろ？後ろに。うん。後ろ、いや、後ろに。いや、そんなんやんないよ。でもこれで大丈夫かな。あ、一応ね。確認した。ああ、入ってるよっていうのと確認ね。このね。はいはいはい。まあ入ってるね。で、なんか、取り付け要項みたいなの見たら、うん、その、保安基準？うん、的にはどの角度にしても出ちゃいけないんですよね。あ、そう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 。俺も見た。そう、だからこれが調整して、まあそうだね。上はまあ上田さんさすがに大丈夫かな。上怪しくね。何が？上。上？いや大丈夫で絶対それ以上いかない。ほら。うん。大丈夫。大丈夫だ。だって測ったじゃん。だってこれ何センチっていうのを測ってさ。角度調整によってはダメじゃない。
角度調整そんなにし上がんないですよこれ。だって今一番上じゃん後ろが。あとちょっとバックミラーを確認します。あとこれトランク開けた時にぶつかんないからチェックした方がいいよ。うん、まあ頭そうだね。はい、じゃあバックミラーやりすぎてもどっかと思うけどな。まあ好みだからね。まあ結構降ってる、結構降ってる。おー、かっこいいな。あ、見えてるね。おー、まあこんぐらい高ければ大丈夫だね。はい、そうね、うん、はい、あんま問題ないかな。はい、 OK。 じゃあちょっと場所決めて、うん、マーキングして、はい、もろもろやっていきましょう。はい、了解。はい、はい、下穴のね、穴の位置を決め、どこよ、だった下穴、これだね。はい、これに合わせようと思って、はい、やりましたと。で、でどっち、どこをやっつけたの。ここをやりましたと。はい、そこを下穴開けて、下穴 2.5 で開けたんですけど、 2.5 で開けて裏まで行かず、裏まで行かず、どこなのこれ、この辺なんじゃないの、これ、ほら、これ、このペコってやつ、うん、なんだけど、はいはい、そこで、ドリルの刃2本を失いました。だからさ2本はおかしくね。いや、おかしい、おかしい。1本目でさ、なぜそうなったかっていうのを考えて、それに対策しないと、同じことやったら同じように折れるに決まってんじゃん。力のかけ方は気をつけて、で、めちゃめちゃ慎重にいった、うん、ですよ。それを対策したつもりがちょっとまあ、見てください。いや、見てください。まあ、1本目折れました。はい、でこれは多分斜めになってたと思うんで、斜めに入れたのね。斜めになってたと思うので、はい、対策を生かし、はい、対策生かされてねえやん。でもう片方はその内側のポケットみたいなところに入ってます。刃先は、刃先が残ったまま、はい、はい、やってしまいます、はい、すいません。そうね、切削は入れた方がいいかな。まあそれでなんとかなるか知らんけど、まあないよりマシだよねっていう。あー、チタンコーティングだよ。すぐ折れるか。はい、仮止めができたそうです。おー、はい、よいしょ。で、裏は、裏はこうなりました。あー、こうなっちゃったね。どうかな、どうかな。あー、ワッシャーも入らないやつね。もう入んないね。そうね、まあちっちゃいワッシャーぐらいかな。今ちょっと仮で当ててますけど、ちょっと浮いてます。でこれは合わせたところで上の方が開いちゃうんですけど、それがどうなるかがこの後すぐ。はい、ちょっと調整して、さっきよりかは全然しっかりしましたよ。うん、かっこいい。うん、これはもうしょうがない、こっちの構成がないから。はい、というわけで、やった。はい、念願の GT ウィングが、はい、つきました。 OK、 イエーイ。